どうした?またです。またなんです。またって何が?テコ入れです。しかも今度は実際に料理をしようって。そういえば、マモリンって料理番組なのに、まともに料理ってしないような。新アイドルは子供に刃物を触らせるのは危ない、火を使わせるのは危ないという親御さんからのクレームに対して考慮に考慮を重ねた結果生まれた新時代の悟り系お料理番組だったんです。ここでまさかの新事実が。ですが、プロデューサーさんが今度は料理番組なんだから料理をしようって無茶なことを言い出しちゃいまして、瞑想ここに極まれりです。確かに。ところで守り、料理はできるの？全然です。練習すればいいんだよ。守りにはこれまでの積み重ねがある。練習すればきっとうまくいくさ。はい。いけません。守りのミラージュとして承服しかねます。ドーガさん、守り、お話があります。一度ブルームパレスに来てください。イツキ殿もよろしいですか？わかった。まさか動画まで料理は危ないなんて言うんじゃないだろうな。その通りです。包丁で手を切ったり、火で火傷したり、胡椒でくしゃみをしたり、厨房には危険がたくさんです。ドーガさん、私は聞いてください、マモリ。私はやるなら安全対策を万全にと言いたいのです。中途半端に包丁なんかを振るって守りが怪我でもしたら大事です。私には守りを守る義務があります。はあ。そこで完全なる安全性を確保するためにはどうすればいいか、チキ殿に相談してみました。ガイアのペティナイフだよ。なんだそれ。究極の切れ味を誇る包丁。それって逆に危ないんじゃ。いいえ、中途半端な切れ味の包丁を使う方がよっぽど危ない。せめて万全なナイフが用意できれば私も許可しましょう。じゃあ、そのペティナイフを用意できれば料理してもいいんですか？本当は火傷対策やくしゃみ対策もしてほしいところですが、そこは我慢します。守りが新しいことに挑戦するのは私としても応援したいところですからね。チキ、そのガイアのペティナイフとやらはどうすれば用意できるんだ？あのね、幻想大東テレビで撮れる鉱石を持ってきてくれれば錬成できるよ。わかった、行こう。守り、手伝ってくれるんですか？
協力するって約束したからね。はい、ありがとうございます。敵の気配は消えたようだ。
敵の気配は見つき近いぞ。 ひとまずは安全か。 敵だ。不意打ちに気をつけろ。戦いは回避できたか。敵だ。不意打ちに気をつけろ。
戦いは勝ってきたか。ミラージュマザーなんだ。こっちだ。セッションで攻めるぞ。シロ。よし、俺の後に続け。次だ。私も。翼。いただきます。繋いであげる。やだ、それ取ってこい。うわん、よく出ました。あ、いいわよ。やば、俺から行く。今だ。繋ぐぞ。次だ。もう一撃よろしく。そーれ、この隙に繋いであげる。いけるわね。次、いただき。よっしゃ、全部私がやっつける。いつでもいいぞ。承知。いつでもいいぞ。こいつは効くわよ。バッチリみたいね。始めよう。見せてくれ。あれ、絶対決めるね。行きましょう。次、いただき。次、頼むぜ。はぁ、やったわ。青しがいがありそうだ。無理無理。終わりにしてやる。よし、まずは私から。じゃあ、ダメダメ。言い切ったぞ。次で数ける。ああ、ダメダメ。切り刻んでやる。そうだ、連携、行くわよ。ああ、ダメダメ。その調子だ、いつけ。うん、まずいな。無理無理。まずいな。処置。落ちろ。この日を逃すな。アジトは任せた。ギャリ、よろしく。もう一つおまけ。守りちゃん、頑張って。お願いします。次、いただき。キリアさん、つないであげる。やだわ。
せてもらうわ。セッション、いける。それは無理だね。セッション攻めるぞ。こいつは効くわよ。絶好の機会だよ。よろしく。手伝って畳みかけろ。私だって。守りちゃん、頑張って。触れずにお願いします。任せろ。次頼むぜ。援護、行くわ。来たわ。一緒に行こう、クラム。おう、落ちろ落ちろ。お日を逃すよ。ついてこい。おま、続くわ。行って、もう一つおまけ。どんどん行こう。私だって。いやです。おりゃ、はっ。はぁ、ふふふ、大成功。ついてきて。見せてくれ。任せとけ。やい、今よ。遅れずに。任せろ。みんな大丈夫か。やったね、守り。大丈夫ですか、守り。もし嫌だったら。ううん、私やりたいです。それで番組が良くなるなら。そうですか。動画は心配性だね。無論です。守りは私のマスター。命に変えても守らねばならない存在。普段はあの人の影に隠れがちでしたが、私とて守りへの愛情で引けを取るつもりはありませんよ。動画さん。さあ戻りましょう。チキ殿も待っています。これがガイ
ヤのペティナイフ、取り扱いにご注意だよ。ありがとう、チキ。助かったよ。これが…綺麗。ありがとうね、チキちゃん。お安いご用だよ。守り、どうだ。はい、なんだか料理ができそうな気がしてきました。守り、ちょっと来てちょうだい。プロデューサーさんが。プロデューサーが一体どうしたんだろう。とにかく行ってみよう。はい。ごめんね、リーマモちゃん。料理の件、一旦待ちにしてもらっていいかな。いや、ちょっと怒られちゃってね。保護者クレームがついたらどうすんだって。それじゃ、お料理は…なかったことに。でも、テコ入れの件自体がなくなったわけじゃないから安心してほしいな。守り？そう、今度はさ、レンチンパンダなのかな。ちょっと守り、大丈夫？ほらほら、リーマモちゃんがパンダの着ぐるみ着て踊っちゃったりなんかしちゃったりして。どうするんですか？ほら、流行ってるじゃん。ご当地的な。乗っかっちゃおうよ、リーマモちゃん。限定ストラップも作ってさ。触れてどうするんですか？え？どうしたの？触れてるんですか？うっ！番組はレンチンで、アイドルで、マモリンです！いい加減にしてください！リーマモちゃん、切れてる？キレッキレです。だいたい何なんですか。あなたはいつもいつも無理難題を押し付けるだけ押し付けて。すごい迫力ね。これまでの積み重ねがありますから。ふん。だけどそうは言ってもパンダがダメなら他に何をやれば。だったら歌わせてください。私歌うのが得意です。歌？視聴者さんが覚えやすいようなキャッチーな歌を歌えばきっともっといい番組になると思うんです。なるほど。私だってこの番組を少しでもいいものにしたいんです。だからお願いします。採用。本当ですか？いいよ、それいいよ。そうだよ、君レンチンアイドルだもんね。
それじゃ早速構成会議に持って行ってみるよ。じゃあねリマモちゃん、また後でね。はい、お疲れ様でした。これでよかったのかしら。はい、もちろん。やったな、守り。いつきさん、私また一歩進めた気がします。どんなの？これでいいか。それじゃあ。驚きましたよ。あなたがあそこまで自己主張を発揮の。守り、ずいぶん強くなりましたね。そんなことないです、道賀さん。私は、ただ自分の持っていることを正直に言えるようになっただけで。大きな成長です。それができる人間は、思っているほど多くはありません。そうなのかな。でも、そうだとしたら、動画さんやみんなが鍛えてくれたからだと思います。特にあの人の存在が大きかったのではないですか。別にいつきさんが解けたでもそうかもしれません。いつきさんの言葉は魔法みたいに私の心を励ましてくれるんです。素晴らしい人に出会えましたね。はい。それに守り、少し背が伸びましたか。本当ですか。はい。喜ばしい限りです。では嬉しく思う反面、寂しくも。こうして大人になっていくですね。マモリンの歌ってレンチンもすっかり定番コーナーになったわね。
視聴率もうなぎ登りで、守りのファンも一気に増えたわ。やっぱり守りの歌は最高です。そうね、いつ聴いても惚れ惚れしちゃうわ。ありがとうございます。この衣装で歌謡曲ってなんか不思議な取り合わせよね。それがいいのです。マイクは何にも分かってないです。日本には古来よりギャップをめでる文化があるのです。ああ、はいはい。でもまさかマモリンのあの回がきっかけでこんなことになるなんてね。子供向け料理番組の人気アイドル、哀愁たっぷりの歌謡曲でまさかの国民的歌謡番組に出演決定。ついに夢が叶いました。いつきさんが支えてくれたから。元から実力はお墨付きだったから、守りが勇気を出した結果だよ。はい、これから歌合戦に向けてもっともっと頑張りますね。ところで守り、あのナイフはどうしたんだ？ガイアのペティナイフですね。せっかくなんで、私あれからお料理のお勉強もしてるんです。もしかしてまたテコ入れ？いいえ、女の子が料理を覚えようっていうのは何もお仕事のためだけじゃないですよ。実はお料理を食べてもらいたい人がいるんです。羨ましいな、守りの手料理を食べられるなんて。ああ、いつきさんって本当に天然さんなんですね。どういうこと？内緒です。Yes!